こんにちは埼玉医科大学総合医療センター総合診療内科感染症科の岡秀明と申します本日は感染症プラチナレクチャーの特別編として今世の中を騒がせている COVID-19 の特効をさせていただこうと思っています多くの医療従事者の方々にとって COVID-19 は今大きなテーマでかつ悩ましく非常に慌ただしい 忙しいい毎日を送られててると思っています私どもの医療施設は指定医療機関ではなくそれほど多くの患者さんを診療している状況ではございませんが発熱外傷、えー、含めたこのような軌道感染症の患者さんというのは医療機関であれば避けることはできない患者さんでありそれらをこの COVID-19 を鑑別しながら診療するという、えー、コンサルテーションを日々行っています。 今後感染が拡大してしまった場合に指定医療機関のみならず多くの医療機関でこの疾患を対応せざるを得なくなると思います。本日は指定医療機関ではない医療機関で今後感染拡大した場合にどのようにこの COVID-19 を鑑別に入れながら診断治療していくかということを視点にお話ししていきたいと思っています。